はい、竹内委員。今関連するんですけども、贈答品についてですね、秘書の方が3人ですね、人事課の内部調査にお答えになってます。お一人の方が、これそのまま読みますよ。贈答品について、知事が全て持ち帰る、分けると寄付に当たるとの考えから、これがお一人。二人目が、贈答品が届くと室長、課長が知事に伝え、基本的に全て知事が持ち帰る。職員は知事の口に合わないもの、カッコ、ナッツ類などが年に数回配られる程度。もう一人の方が、もらったもの全て知事が持ち帰る。三人が三人ともですね、全て知事が秘書や運転員に分けずに持って帰ると、こういうふうに、表現されています。で、実際に証言に立った方に、全てですかというふうに聞いたら、一回だけリンゴが分けられたと。それとお二人目の方が、ナッツ類など、知事の口に合わないものって、これ、秘書の方が証言されてるんですよ。これ事実ですか？事実ではないですね。私の口に合わない、合うとかではなくて、この考え方はですね、これ就任当初に、本当にたくさんの、知事室に届けられるものが正直ありました。で、これを、みんなで配るっていうことが本当にいいのか、それは秘書室のものだけ、秘書課のもの人だけが、特定の課の人だけがですね、知事室に届いたものを食べるっていうことが本当にいいのかどうかと。それで自分だけ持って帰るんですか？これは、それ全然おかしいと思いますよ。私がやっぱり持ち帰って、全然わからない、食べさせていただくということが、いいんじゃないかということでやらせていただいてます。すいません。だからこれはルールがこれからしっかり一切受け取らないのかとかっていうのはきちっとやってほしい。委員長、申し訳ない。はい。これですね、なんか前知事時代からずっとやってるからっていうような。分かってるんですよ、もう。文書公開請求してるから。2回目以降も、ご不定でやってもらってるじゃないですか。そういう変なこと記者の前だけで言わないでください。これ指摘にとどめます。また、ちょっと一言。そうじゃないですか。それとですね、広域通報に戻りますけども、今まででですね、解明されてない事実というのがですね、実はございまして、